頼むで。ロケットスタートとかあるない。百英雄伝続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあとりあえず何やら岩山的な場所を抜けまして、あのオアシスエリアかな、あそこに行けばいいんだと思いますが、なんか向こうにも変なあるな。さすがにでもあそこの奥のもまだ行けへん感じよな。とりあえずはこの町どうやって行くのかついてね。お楽しみ言われてましたけど敵出てくるやつ、逃げる、逃げられなかった、やめて、防御力はないの、やめて、くー、逃がせい、危ねえぜ。よし、ツイッター、あ、向こう側からなんか船あるね、いっぱい。こっち側からじゃないと入れないやつ。あ、なんか見るからに仲間なりそうな、他とは違う見た目のやつがおったぞ。ダーボイ、ここはそれでこれからどうするんだ。ああ港へ行く。町の東が船着き場になっている。はあ、港？もともとどこに向かうんでしたっけ。ああ港さ、砂漠なのに港ですか。なに、砂の中泳げるやつがいるとか、なんかサメみたいないっぱいいるもんね。歓迎するぞ。お、行くのはとりあえずこっち。砂の上走れんのかな、あれ。そういう船、あれが。そうですか、この目で見るのは初めてです。はあ、あれはシャークシップだ。はあ、シャークマンたちが操る砂漠の船さ。あれでシャークマンたちが暮らすインペリシャークへ行く。ほう、なんだかすごいな。おもろそう。世界にはいろいろなものがあるんだ。リーンがあちこち行きたがるわけだ。お前やな、妹の方がさっきいろいろなんか世界探索しとんな。見るからに仲間なりそうなやつら。あれ、よ、スカーレット、お客さんだ。インペリシャークまで行きたい。なんかもう一人おったと思うけど。客ってのはそっちの。うん、ノアだ。です。何の用事か知らないが、あんたは当たりだ。うん、私の船エウロフィーはここじゃ一番の速さの船だ。そうなのね、いい船。船なんだな、かっこいい。ん、当たり前だろ、船が砂漠以外のどこを走るって言うんだ。いや、水の上です普通は。私らシャークマンは砂漠で生まれ砂漠で育つ、その名誉の象徴がこのシャークシップさ。なあ、足履いてもな。風よりも早く走る船だ。サメなのに。そうか。はあ、相変わらずだな、名誉の戦士。だな。あんたら砂漠の民が真偽に生きるように、私たちは名誉に生きる。そういうことさ。はい。さて、すぐにでもインペリシャークへと向かうか。ああ、もう。いや、ちょっと、街見てみたい。少しこの街を見てみたいかな。うん。そうかい、その気になったら話しかけてくれよ。風よりも早く運んでやるさ。嘘つけ。こいつこいつこいつ、絶対重要キャラやん。なんだい、お、私に何か用かい。おっとあい。へえ、仲間を探している。シャリンガン的な。この私に目をつけるとは、あんた
なかなか見どころがあるじゃないか、うん、だが簡単に仲間にできるなどとは思うなよ。何それ。私は暗黒騎士にしてあらゆる攻撃を弾き返す大盾の使い手。ほう。この身に傷一つでもつけられたならほうほう、お前を強者として認めてやろう。お、このレーナさんが使えるに足る運命の絆で結ばれた同志としてな。なんかサウザーみたいな謎解きがあんのかい。レーナさん、んポケ。そうさ、私の名はレイナさん、うん、レイナじゃないレイナさんだ。どっち。そうだ、ちょっと力比べをしないかい。中山筋肉みたいなタイプ。あんたほどの強者の力試してみたくってね。はあ、こう見えても硬さには自信があるんだ。そうだな、みんなで一撃を入れてみな。みんなで一撃。それで心震わせるものがあったら仲間になってやろうじゃないか。結構レベル高くないとあかんとかあんのかな。打ちかかっておいでよ。ああ、受けて立つ。よし、受けて立つ。すごい展開。そう来なくちゃ。いざ尋常に勝負だ。おい、その程度の攻撃。あ、なんか防御してるけどチェーンスマッシュ。お前らは一旦攻撃攻撃。なんかでもダメージ普通にいったら通らへんやろうな。魔法剣タイプ。土属性の追加ダメージと武器属性を。それは別にやらんでもこれできるよね。お前は炎。あれダメージ食らってんで。33入ったで。ええの33もダメージ入ったで。おいおい、ええの。その程度の攻撃。あ、っていうか HP めっちゃ減ってるみんな。いや、その程度の攻撃って結構普通に傷一つつけたら言ったけどダメージ入っとったで、あいつ。おい、殴りでいいんかな。遅れるなよ、みよ。ズン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 。いや、黒取るけどな。見事な立ち筋だな。え、点取った。ヘイヤー。え、どうなる。ポンポン。食らってるけど、程度の攻撃。食らってるけどこれじゃあかんのかな。おい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 、おい、おの。ダメージ入ってるけどな。入ってるっちゃ入ってるんけどな。おい、違うのか。はい、おい、あ、物足りないとか言うんかな。うん、悪くない。あ、そうなの。このレイナさんの心を動かすほどの攻撃じゃなかった。もっとってことか。レイナさんはしばらくここで修行してるから。あら、いつでも挑戦しに来な。ああ、なんや、単純にダメージが足りひんかっただけってことでいいんかな。なんかちょっと気になるやつやな。この奥は特になんもない。下も、いや、下は下で結構マッチ広いやつか。これは地図が、これ、あ、宿屋と道具屋あるね。オッケーオッケー。とりあえずはじゃあ道具屋もしくは、あ、仲間なりそうなやつ。違った、道具屋でした。アーマー系。うーん、白銀のあなたたちと。あー、難しいね、誰にどれするか。
上がるのは上がるんやけど、サビ、もっといっぱい買いまくった方がいいのかい。あー悩ましい。防御力言うてちょろっとしか上がってないからな。なんやったらすぐ売らんと、売らずに持って他の仲間とかにつけといた方がいいんやろうな、ほんまはな。あなたは、あ、やあ、ロディ。ここは鑑定屋だよ。あ、何か鑑定してほしいものがあるのかな。鑑定屋か。あ、鑑定を頼む。鑑定を頼むよ。うん、任せておいてよ。さあ、見せてくれ。あ、普通にほんまに、いらっしゃいませ。あ、普通にほんまに鑑定するだけ。なんか一個持ってた。テケ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 。あ、意外とすごい。わざわざ鑑定する価値があったかな。へえ。で、また来れば。こいつでもあれかな。それじゃあまたね。鑑定や拠点で開けられるぐらいある程度発展させとかないとみたいな。いや、そういう可能性ある。仲間になってくれないか。どうだい。え、仲間になってくれる人を探してる。はあ、そうだな。どうだい。そうだな。そういう感じか。もし君が真珠の懐中時計を持ってきてくれたら仲間になっても構わない。今持ってたやつは。あ、それそれだよ。持ってた。君が持っているその真珠の懐中時計さ。今さっき鑑定したやつかな。この輝き。あ、危な。売ってたら終わってたかもしれん。でも少し頑張れば僕だってこれくらい。はあ、あー、いやごめん、いいものだったからね。女の子かと思ったら男の子やった。よし、約束だ。それを渡してもらえば仲間になるよ。よ、なってくれ。仲間になってくれ。7500円でいいんやったら全然ええわ。よし、早速分解して中を。うん。ああ、ごめんごめん、僕はロディ、見ての通り鑑定士さ。見た目じゃ全然わからなかったけど。鑑定してほしいものがあったら持ってきてくれ。特に時計を持ってきてくれると嬉しいな。へえ。時計は世界最高の芸術品だからね。はあ、いつかは僕自身の手で最高の時計を作るんだ。それじゃよろしく頼むよ。おい、ロディが仲間になりました。少年でした。よし、他はお前ら仲間になったりとかは。サメ系で、あ、仲間もらえた。サメ系で仲間になりそうなやつ一人ぐらいいそうなもんやけど、あいつやったんかな。スカーレットやったっけ。あいつはでも今すぐには仲間にならなそうやんな。あ、お前もん。ブルネラ、この私に何か用かい。仕事の依頼だってんならお安くはないよ。おばちゃん、一緒に戦ってくれる仲間を探してるんだ。うん。仲間をね。だが私の腕は安売りする気はないよ。10万ばっか。そうさね、10万ばっか払ってもらおうか。ねえわ。本気で私の腕を買おうってんならそれくらいは気持ちよく払ってもらわないとね。あ、すいません、払うよって一応。わかった、払うよ。持ってへんくせに。なんだいなんだい、そもそも金なんか持ってないじゃないか。うんうん。いいかい、私は安売りする気はないからね。すいませんでした。私を仲間にしたかったら。マジか。10万ばっかきっちり持ってきな。結構じゃあ。そうしたら話を聞いてやるよ。ゲーム後半かな。まだまだです。あー、泊まるのもまたお金高なってきたな。戻るか。とりあえず行ってみましょうか。
どうやって仲間にすんのか知らんけど、あいつはまだ今度や。ああ、あんたか。うん。インペリシャークへ向かうか。お願いします。行こう。ああ、行こう。シャークシップ。これもまた新たな知見を得られそうだ。ですね。よーし、お前ら行くよ。砲を上げな。さあ、どんな感じの展開が待ってるんでしょうか。モンハンであったやつや。砂の上な。どうだい、このエウロフィーは。うん。すごいな、本当に飛ぶように進んでいる。飛んではないけど。水の上だけだと思ってたよ。うん。水の上？冗談じゃない。水の上なんか怖くていけないさ。なんで？そういうものなのか。共通じゃないの？お、シャークマンはかつて大きな水たまりの中にいたって迷信もあるがね。うん。そんなわけあるわけないさ。サメから進化したってことなんかな。背びれが濡れるなんて我慢できないよ。好き嫌いの問題。はあ、人間も辿っていけばね、祖先は海の中にいたみたいな言うからね。そういうもんなんだ、ノア。あ、陸には陸の、砂漠には砂漠の生き方。悟っとる。さてお前ら、お客さんがお気に入りのようだ。うん。もっとスピードを出すよ。うん。よろしく。すげえなんか金の鎖みたいなつけとったけど。お、インペリシャーク。あー、これまたこっちの方が本拠点みたいな感じなのね。来ました。着いたぜお客さん。楽しかったかい。あ、ほとんどカットされてるやろけど。あ、ありがとう。来ました。それじゃあここの王さんに会いに行くぞ。うん。群れ町に会いに行くのかい。それなら村の一番奥の建物さ。群れ町。スカーレットは仲間になるわけじゃないってことなのかな。一番奥ですね。新しい村、鍛冶屋はない。一番欲しいのは俺的に鍛冶屋なんやけどな。あー、すげえこいつおるやん。あ、なんだ、クイーン。やっぱり一人じゃ厳しそうね。ん？なんや、ゾロゾロと。やあ君、どうかな、いい話があるんだけど。なんや、ネズミ行こうか。え、話って。はあ、なになに？ダメだな。今度の獲物は大物だからな。もうちょっと強くないと。失礼。すまんね、君。忘れてくれ。なんじゃこいつ。一体、何だったんだ？めちゃ失礼。さあな、それよりも、群れ町のところへ行くべきだ。はあ。それがあんたの仕事だ。なんかレベルある程度上げとかんと仲間にならんやつ結構いっぱいいるってことなんかな。お、こいつは多いね、やっぱね。重要そうなやつが。なんだ、何か言おうか。ほ、兵士を鍛えてくれるものを探しているの。うん、言うてません。確かに鍛錬は大事だ。鍛錬なくして戦場に出るなど死にたがりのすることだ。はあ。お前のその体、日頃から鍛錬を積んでいると見た。だが、人を鍛えるとは人の命を預かるということだ。やすやすと引き受けることはできない。なんか弊社かなんかが拠点にあればみたいな感じなんかな。お前自身に見込みがあるか試させてもらう。お、模擬戦をして俺に勝利すれば仲間となる。そういうタイプ多い。準備はいいか。ああ、いける。とりあえず望むところだ。模擬戦なら。いい意気込みだ。ではかかってこい。一人で。あ、
そういうタイプ。軍団長と副官セット、部隊長セットごとに、この戦争では変更できません。仲間が持っているスキルで、パッシブスキルとオートスキル、なんか今までとちょっとちゃうのか。編成できる。あ、始まっちゃった。あ、で模擬戦、戦争開始。えげつないな、模擬戦とはいえ。おいおい、軍師的な感じなんかい。まさかこんな戦闘が始まると思ってなかったな。はあ、これはちょっとどういこうかな。一旦こっちで、戦争開始。まあ来るよね。わあ、こっからやな。敵軍の全滅っつってるからさ、全部倒さなあかんのかこれ。軍団コマンドで隣接するエリアの敵軍を一旦攻撃力防御力減少、移動不可の混乱状態。いいんじゃない。あれ、お前や。で、お前や。そこで静かにしておいてもらいますよ。おい、どうよ。ええ感じやろ。からのノアが十字教官も言ったのか。みんな必ず勝利をつかむぞ。おう、ぐん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 で攻める。さらに前は何がある。集中攻撃、隣接するエリアの敵軍にダメージを与え、一旦自軍の攻撃力を上げ移動不可になる。魔法強化、今一旦攻撃上げてるからひたすら攻撃で、味方軍のいる隣接エリアへ瞬時に移動。隣接エリアなのよな。まあお前はこっちに行けへんから、これでええやろかい。来い。うわー、向こうの奴らも集まってきやがった。一気にー、うい、うい、弓兵から攻めた方が良かったんかな。おら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 、いたってください。よー、あー、なんかいろいろなってる。頑張れー、みんな頑張れー。どう、いや結構なんか主人公の HP 削られてるな。おっと、ここまでさ、逃げるぜ。意外と敵勝てえぞ。あれあれれれ、この感じじゃなかった。それずれけるぞ。笑ってる場合大丈夫。結構ダメージ入れたと思ったけど強えな。これは結構軍団コマンドとか大事。隣接するエリアの味方軍の体力回復、一旦こっちか。攻撃を集中、狙いを外すなよ。おうよよで、まじゃあ前も何かあったよな。敵軍にダメージを与え、一旦自軍の攻撃力を上げ移動、隣接するエリアの敵軍にダメージを与え、あ、そういうことか。いいでしょう。マドレーズの力を、この戦いに力を。あれいけんのか。あ、そういう感じ。あ、でもいいダメージ入ったよ。で軍団コマンド、今回は誰も予選といたろか。で
お前だけ、お前だけ攻める。おい、でどうせ向こうから来るやろ。ほら、向こうから来たやつを弓兵で行ったらいい。やっぱそういう感じっぽいな。引いた時にダメージ入るケースもあるってことか。あ、ナイス。弓兵は待ちの時にやっぱいけるってことかな。敵部隊全滅。OK。これがルーンの力だ。素晴らしい。受けてるで。意外とマッチもやらなあかんってことなんかな、やっぱな。あいつ大丈夫か。あいつだけちょっと心配。あれ。そんな負けちゃうなんて。死んでるけど。ギギナさん、これ逆にあれかい、仲間から幻想水濠で乗っときみたいに。あ、回復が必要な方は後ほど私のところへ。フランチェスカまで模擬戦やから、さすがに仲間いなくなったりはせえへんわ。で、あー、どうしよう。ここは攻めるべきやろ。でも魔法攻撃や攻めやな。ここは攻めるべきなのよ。救命で隣接する味方ぐ、あー、選ばなあかんのか。じゃあこうせざるを得ないな。みんなこっちへ。ああ回復しゃあない。で、あいつら攻めてこうへん可能性あるから、ちょっと待って、移動、全員突っ込みやな、ここはな。攻めるときです。あいつらも来よるか。うわー、見つけました。攻撃します。おい、怒りモード発動。おい、ごめんなさい。は、どうしたりゃん。いたってくれ。いけるやろがい。ああ、誰、アイビーって誰、仲間にしてたんだっけ。おい、小山殿。あれ、なんかいっぱい、ここまで見たいとか言うてる。大丈夫か、みんな。押せ押せ、いけたやろ。一部隊か、おい、ほら全滅させちゃった。勝った。そっちは、あいつも、あとちょっとよ。攻めちゃって倒しきれ、頑張れ。ちょびっと押して、押せ、押させ、押させ。敵を倒したみたいだな。オッケー。今のうち。よーし。作戦成功。勝ちました。ちょっとおもろかった。見事な鍛えぶりだ。はあ、俺が鍛えればさらなる高みにも行けるだろう。うん。よし、わかった。お前の仲間となり。兵士たちが死なぬように鍛えてやろう。どうなんやろな。よろしく頼むよ。あんなきゃって今はちょっとはないやろ。なあ、俺はスタッドラーだ。今後はよろしく頼むぞ。おい、おい、シャキーン。日々これ鍛錬。いけたで。で、何から見ていくべきなのかな。道具屋、あー、高級薬草もとりあえずあるし、これ意外となんか役に立ちそうな気がするんやけど、持ってなかったね今までね。こんなにいっぱいはいらん。何個で、3個までか。
何個セット6分の6みたいな、ああいうのあるからな。それを超えるとね、道具箱の中圧迫していくから、いっぱい。あとはまあ一回これでいいか。よし、宿屋だったり鑑定屋だったりいろいろあるけど、まずはまあ仲間がいるかどうかなのよな。あっち行け、俺は忙しいんだ。関係なかった。ピカピカ、あ、こんなんあったね。確か何やったか忘れたけど、あれライジングやってる時のやつか。で一旦このままやとイベントの場所向かってまうっぽいけど、ええか。あらなんて学校よお兄さん、レシピか。おいしい、ふふうれしいわ。何を使ってるのかって、それはね、あたし、あ、ちょっと待って、レシピこうやってもらえるってことはさ、あれか、木のやつらがいた面で道具屋で買うとかじゃなくて、誰か喋りかけたらレシピもらえるってことやったんかな。そんな気がしてきた。なんか俺普通に道具屋行ってたけど、ああいう風に街の人喋りかけてね、レシピもらえるってことは、ツリーフォークのとこでも多分そうやったってことよね。ここは鑑定の品ありませんでした、すいませんでした。あとはルーンやな。Aルーンそろそろないの、みんな。なんかステータス上がる系のなあ。あ、でもこういうのは合力のルーンとかはいいんやろうな。みんなだから技のルーンよりは合力にすることで、こっちの方が火力上がるってことでええんかな。なんかその辺今一つ、どっち、なんか力と技とどっちを上げるべきかみたいな、教えてもらえてない気がするんですが。でもって意外とみんなあんま装備できへんのな。風のルーン、水の魔法剣のルーンはどれもなんか微妙やないかな。お、解放されとるやんけお前。ってことはお前は超魔のルーンとかにした方が火力上がりやつかい。はあ、いいでしょう。じゃああとは宿屋があるだけですが、一、あ、なんかそう、こういうのどっかにおるかもしれんからな。さあさあ聞いてくれ、いよいよシャークシップレースが開かれる。飛び入り歓迎、勇気のあるやつは飛び込んできな。うん、今なら稽古をつけてやるぜ。勇気を示せ、気合を入れろ、背びれを立てろ。背びれ、ここにこそ我らの誉れあり。うん、あれは何でしょう。シャークシップレースをやるようだな。はあ、ここに来るまでに乗ったあの船で速度を競う荒っぽいレースさ。え、なんかレースゲームできるってことかな。面白そうだよ。んお、やりますって言わなあかんってことかな。あれ喋りかけられへんわ。そのうちに船かなんか手に入れるってことかな。実は頼みがあるんだ。あ、さっき失礼なこと言ってたやつ。でも、もうちょっと。あ、やっぱレベルが。ごめんね、今のは忘れて。あるっぽいね。
失礼なやつやで、ほんま。宿屋は特になんもなし。さすがにボス戦いきなり来ることはないかな。じゃあ行ってみましょうか。もともとオサに会いに来たんやったっけ。何しに来たんか目的忘れてる。ここにシャークマンを率いる群れ長のスキッドがいるはずだ。ああ、シャークマンたちは俺たちと同じく傭兵を受け負っている。うん、一応は知った仲だからな。話は聞いてくれるだろう。おい、ただ奴らは俺たちとは戦いに対する考えに違いが。うん、違いなんでしょ。ああ、命を奪い合う、その戦いにどう向き合うか、そいつには多くの答えが。うん、俺たちにとっては戦いは生活の糧さ。他に生き方を知らない。だが連中にとっては。はあ、どういう捉え方を。それは会ってみるのが早いな。うん、さあ入るぞ。お、戦いにどう向き合うのか。うん、おっさん、つまりジジイやった。帝国との戦いに我々の力を貸せということか。鼻毛みたいなの生えてる。なんかそうだ、帝国のオルドリック公爵は野心のために無用な戦いを起こし諸国連合を飲み込もうとしている。うん、それと対抗するために力を集めなきゃならない。力を貸してください。そいつは大きな戦いになりそうだ。我ら全ての命を懸けることにもなる戦いに。違うか、バルナール。うん、ああそうなるだろう。だが俺たち傭兵家業にとってはそんなに珍しいことじゃない。ああ、沢時はすでにユークリスと契約を結んだ。真偽を守ることは戦場での死よりも重い。言うね。お前たまに喋るね。まあでもパーティー編成によってね、全然キャラ変わるから、どんだけ吹き替え入れてんやろうね、ほんまな。あ、なんか、あ、俺たちシャークマン、砂漠生まれのシャークマン、ハンマー片手にそらったシャークマン、シャークマン、おまれあるシャークマン、背びれ立てろシャークマン。当てる？ヨスフェイ、ヨスフェイ言うてんで。え？素晴らしい。ああ喜んでくれてる。誉れある戦いに招いてくれるとは、こんな幸運、こんな興奮。意外。じゃあ力を貸してくれると。そういうこと。ああ、だが一つだけ条件がある。うん、誉れある戦いは誉れあるリーダーに率いられねばならない。うん、同盟軍を率いるのがノア、お前ならばお前が誉れある戦士だということを示してくれ。あー、どうやって。どうだ。あー、いいだろう。あ、でも俺が考えたことがあるから。こっち。わかった。でもどうやって誉れを示せばいい。うん、シャークシップレースだ。ああ、そういう流れ。シャークシップレースだ。うるせシャークシップレースって急にさっきの。うん、これやってからあっちでもやるってことやね。シャークシップのレースで勝てばいいってことか。ああ、スキッドも優勝とは言わなかったからな。納得させられる結果を残せればいいだろう。ほどほどの成績。これで結果を出しましょう。ああ、じゃあさっきの広場のところへ行ってみよう。よし、さっきの広場のところ。あ、これで。なるほどね。
あいつやね。お前さっきの集団のやつ。さあさあ、大金さんがしたいってのは、勇気を示したいってやつだ。はい。よし、あれだな。だな。なんか知らない人おるけど。やります。お願いします。来たよ。やあ、あんた。ん？その顔は。レースに参加したいってんだな。そうです。これは珍しい。ああ、でも最高だ。珍しいのかい。参加者あんまおらんのかい。俺が直々に立派なシャークシップ乗りに鍛えてやろう。ああ、お願いします。俺の名はユーフェリウス、ユーフェリウス七世だ。七世だが、今はコーチと呼べ。ああ、監督とかじゃないのね。さあさあ行くぞ。遅れるなよ。めっちゃニコってなってる目が。はあ、ちょっと待って。思ってたよりちっちゃない。おお、そうか。群れ町の肝入りだったのか。そうです。それならなおさら気合を入れないとな。名前は。思いっきり船水の上にあるけど。ノアだ。水の上の船は違うとか言ってなかった。いい返事だ、ノア。特訓開始だ。準備はいいな。うん、いいよ。ああ、もちろん。特訓よし、行くぞ。ノア、特訓スタートだ。ほう。ああ、特訓だ。白銀、意外にも。いやな、ああいうところもだから、なんか始まった。ああいうところも白銀をパーティーに入れてないと喋らんってことやからさ、何パターン入れてんやろうね、ほんまね。吹き替え。レースごとに設定された目標タイムよりも早いゴールを目指しましょう。コース中に浮いているソウルを一定個数集めるとダッシュ。はあ。ゲート通過しなくてもゴールできますが、ペナルティとしてタイムに3秒。なるほどね。ジャンプ台、ダッシュプレート乗るとダッシュができますので、積極的に使いましょう。竜巻、触れると弾き飛ばされます。避けて走りましょう。うん、画像が多分ゲートだけやからな。わからんな。行くしかね。ダッシュ、減速、リタイア。ほう、こっちか。で、ダッシュ。ドゥー、あ、おいで。やべ。デイ。ダッシュは、ダー。どのタイミングで使えたい？どっち？違う。なんで？コースアウト？ちょっと待って、なんか、曲がれんくなったぞ、急に。竜巻当たってもないのに。は？なぜ？だーん。おい。ほら、急に、たまになんか、なんか、なんもしてへんのに、なんで止まんの、お前、それ。なんでそっち向くの？ちょっと待って、何これ。なんで、右曲がれって、おい。ん？いや違う。ひどい。この操作感ひどい。なんでそっち向くの？ちょっと、何これ？なんで？おい。ちゃうて。そっちじゃないって。ええ加減にせえって。おい。なんなんこれ？クソゲー出てきた。いや、もうペナルティ全然いい。何これ？おい。じゃからなんでそうなんの？なんなんこれ？ちょっとおいクソスタッフども。何やこれ？何この舐めた操作性。なんであそこ動かへんの？まともに。竜巻はどうでもよ。おい、やば。久しぶりにクソやったで。おい、喧嘩ってるな。おい、なんやこのクソ操作性は。勝手に止まるぞ。よし、特訓は以上だ。は？よくやったぞ、ノア。実に感動的だった。しばきたい気持ちでいっぱい。はい、コーチ。青が。それじゃ
レースに備えて宿でゆっくり体を休めるんだ。わかったな。はい、気合です。おい、指揮は確かに重要ですが。こいつらレースの前に潰れないでくれよ。宿は、うん、さざ波亭だ。ゆっくり休めよ。なんか聞いたことある名前のような。さざ波亭。おい、何やってあの操作性。勝手に止まって全く操作効かなくなるみたいなんやけど、なんなんあれ。なんで、何があかんのあれ。さて、体をゆっくり休めてくれよ。はあ、レースが楽しみすぎて眠れないなんてことはないよ。ああ、全然楽しみじゃない。 あんな操作性なの。だが、なんだか闘志が燃え上がるというか、はあ、レースが楽しみなのは確かだ。はあ、ほどほどにな。あの操作性が改善されんことには全然楽しめんぞ。始まるんだね。さあ、みんな聞いてくれ、うん、次のレースは特別だ。尻尾の先まで興奮するぞ。我ら尻尾ねえです。特別なレース参加者だ。先の敗者案での戦いで見事帝国軍を打ち破った英雄、はあ、同盟軍のリーダーノアだ。よ、答えてやりなよ。ノアです。ノアはあれ、これからも帝国を相手に戦っていく。そのために我々に力を貸してほしいと申し出た。そうです。そして自らが誉れある戦士であると、このレースでその勇気と誉れを示すと言うてます。ノアが本当に牙あるやつか背びれ野郎か、それはこのレースで決まる。何背びれ野郎って。さあ、レースの始まりだ。ああ、操作性だけなんとかせよ。さあ、本番だ。ここまでの辛く厳しい練習に耐えてきたお前だ、うん、絶対に勝てるぞノア。お前のな。はい、コーチ。やる気満々だお前。あまり緊張しすぎるなよ。ある程度の順位、そうな、2位ぐらいならスキッドのやつも認めるだ。他にもライバル一緒に走んのかな。わかった。準備に抜かりはないな、うん、入れの手入れはバッチリか。ないです。さあ、行くぞ。下ネタですか。ヒレの手入れはどこのことを指してますか。ああ、バッチリだコーチ。よし、行くぞ。気合を入れるぞ。ヒレを広げろ。ああ、広がるんやね。おう、いけるかな。頼むで。ロケットスタートとかあるない。コースはさっきと違うやつかい。はい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 、入ってー、さっきみたいにならなければ大丈夫。このカーブ、ほら出た。はいはい、出たバグ。なんなんこの、なんなんこの操作性は。何が原因、何が原因であんな風になるの。あれの謎だけ解けへん。こっち行った方はショートカットやったりする。あれコースアウトやれてる、あれコースアウトやれてる。いや、こっちやろかい。こっちが意外といい感じに、ういうい、どうなのどうなのどうなの、おい、コース変えたことでなんとかなった。あー、2位やわ。目標さえ切れば、クソ、あのクソ操作性さえなければいけたかお前のに。おい、よし、やったー。
なんか知らんけど、まあ行けたし、いいでしょう。はあ、これでも乗らなくて済むのだな。嫌がってたよね、やっぱね。ああ、立派なもんだ。やりました。素晴らしいぞ、ノア。素晴らしい。笑ってる。素晴らしい、素晴らしいファイト、素晴らしいスピリットだった。はあ、俺にもノアの立派な背びれが見えたぞ。やめて。みんな、ノアに祝福を。ありがとう。ゲー。ノア、お前のレースは素晴らしかった。うん、まさに誉れを見せたと言っていい。よかった。それじゃあ。ああ、我らシャークマンは、よし、同盟軍に参加させてもらう。ありがとう。群れ一団となって英国という巨大な敵を食い破ってみせよう、うん、おお、仲間になった。スッパーン。ありがとう、感謝するよ。うん、やったな、ノア。はい、これからはよろしくね。ギランも喋った。これから俺は我々からの贈り物だ。うん、おまれあるレースには商品が必要だからな。うん、誉れの鱗鎧なんかもらいましたわ。それともう一つ、我々から最大の贈り物だ。はあ、ノア、うん、最高のレースだったな。お前は俺の命を預けるのに値する男だ。お、コーチ。いや、これからはコーチじゃない、ユーフェリウスでよい。お、我々は必要ならいつでも戦いに赴く。そして我らの中でも一番の戦士、うん、このインペリシャークの防衛隊長でもあるユーフェリウス七世を同盟軍へと預けよう。スカーレットはやっぱ違うのか。このユーフェリウス七世、お前の鱗の一枚となろう。なんか嫌。よし。はあ、あ、なんか鉄球使うんやね。強そう。ありがとう、スキッド、ユーフェリウス。うん、オッケー。どうなんやろな、ストーリーで仲間になるやつってそんなめっちゃズバ抜けて強いことないよな。よし、これからよろしくな、ノア。使うかどうか悩むね。頼りにしてるよ、コーチ。じゃなくてユーフェリウス。はあ、よし、まずは同盟軍の城に向かうんだな。うん、場所はそうか、あっちだな。うん、うおー、気合いだ。そういう感じない。大丈夫かな。テレポートで送ってあげないと。走ってったで、あいつ。あれなら砂漠も一人で越えてしまいそうだな。さあ、俺たちも戻ることにしよう。はっ、これでじゃあ次はあれか、セイのパートをまた進めていく感じになるんかな。よし、じゃあ一旦区切りがいいと思いますので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。次は城に戻ってどうなるんでしょうか。それではまた、よろしくどうぞ。